はい、皆様こんばんは、ね、ウィホプレゼンツプロデューサーの赤間と申します。よろしくお願いいたします。沖の放送は 86.8MHz FM からつ、この時間からはですね、ウィホープのこれからのことということを、ね、題しまして、いろんなお話を、ねしていきたいと思います。まあ、まずは冒頭ですね、大変、驚かした形、あとはもう本当にショック残念という形で大変申し訳ございませんが、まずはウィーホップ感謝祭2022、こちらの開催が、中止という運びとなりました、ね。お楽しみにしていただいたお客様には大変申し訳ございませんが、ね、まあ、この後ですね、さまざまな返金対応とか今後のっていう流れというところもね、お話はしていきたいと思います、ね。で、まあ、それに関しての、まあ、大会ではないですが、いろんなイベントをね、実施するっていうアーティストさんもおられたりして、そこの情報もね、流していこうかなと思っております。そしてですね、今週はですね、ラジオの方はそこまでお話がちょっとまだできるまで整理がついてない状態でございますので、終わる番組だったりとか移動する番組の一部を、ね、お話ししていこうと思っております。そこの中でね、まあ、自分の中でどういう風な流れ、なんでこういう風な流れになってしまったのか、なんでこういう風になってしまったのかみたいなものを、まあ、もちろんね、言えるところ言えないところっていうのは、ね、もちろんあるにしても、まあ、ある程度ねお話だけはしておきたいなっていう風な感じに思っております。さあ、曲の切り替えもなしっていう形でございますのでね、このままお話しさせていただきます。まあ、ハッシュタグとかもあったら嬉しいですけど、ただね、今回はもう本当に純粋に皆様にちゃんとお話ししてからお詫びをする、それとですね、これからのことをお話しするっていうところに躍起したいと思います。もう一つ言うなれば、今週だけじゃございませんね、来週も再来週も同じような形でちょっとねお話は続けていこうかなと思ってます。そこで決まった時点でいろんなね、こういう風なことになりました、こういう風な時間帯になりましたっていうところをねお話していこうかなって思っております。さあ、まずはですね、ウィーホップ感謝祭2022、ね、こちらの方がですね、当初は2月3日の予定でございました。こちらがですね、3月19日と延期となってしまいましたが、この延期した、日程が、中止という形に、本日3月9日17時に発表いたしました、ね。本当にちょっとまずはね、直前でこういう風な事態になってしまったことで、それに関してお客様、ね、お楽しみしていただいたお客様にご迷惑、多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。本当にね、まあ、誰が悪いとか誰がどうしたのっていう形をまず一言で言うと、完璧に私の、なんていうかな、まあ本当に自分のやっぱり準備力のなさ、あとは本当に言うんだったら、もっともっとちゃんとしたね場所だっていうことを認識した上で、きちんとことを運べば、皆さんにそれは演者も含めてね、ご迷惑することなかったのかなって思います。で、決してね、アーティストさんたちがもう目くじら立ててやめますとかっていう形ではございません。私の中で本当に全アーティストがギリギリまでこの開催を望んでましたね。で、これを中止したっていう決断はもう間違いなく私だけです。で、ラジオも大きく変わる部分があるんですけど、まあ、もちろんこっちを言えるとこ言えないとこっていうんですけど、共通する部分に関してはやはりね、いいところで変わっていくところは本当にやっぱりアーティストさんたちが頑張ってここまでいろんなことを積んできた、やってきたことでございます。だけど、まあ、やっぱりやむなしに終わってしまうとか縮小してしまうっていうところに関しては、アーティストさんはもう頑張ってる前提です。これは本当に私がやっぱりプロデューサーとしてきちんと道しるべをしていなかったこと、これは絶風効果でも同じことです。私がしっかりとした基盤と準備、そしてプロデュース、主催としてきちんとやっていれば、こういうことになってなかったところでございます。で、皆さんがまあ
いろいろな憶測とかあるかもしれませんが、もう完全に言えることは、私のやっぱり認識不足、準備不足、やっぱりあとは知識不足が皆様の迷惑につながったこと、これは本当に紛れもなく言える一つです。まあ、だからといって全てのね、その物々をね、なくならせるっていう形ではないですし、で本当にもうありがたいことに、アーティストさんたち、参加してくれるアーティストさんたちも、じゃあこの盛り上がりをね、消すわけにいかないみたいな形で、各個別で振り返公演みたいな形、まあもちろん受付は各アーティストさんにちょっとしていただくって形になりますので、純粋なね、ゼップ福岡に関しては返金対応みたいな形で取らせていただきますね。で本当に各アーティストさんの、ね、発表もありますんでね、お待ちいただけたらなっていう風な感じに思っております。でまずね、その京香さんね、京香の教科書の京香さんのバンドですね、こちらの方も、森保まどかさんを含めてね、振り返り公演を行うっていう形を、進めております。で私の方はやっぱりその主催の方ではない形でございますので、まあ、そこのね、発表サイドの方で、情報をきちんと確認していただければ嬉しいと思います。もちろんですね、その発表がありましたら私もリツイートしたりとか、いろんな形で拡散をね、していく、次第でございますんでね、よろしくお願いいたします。そしてですね、参加しているアーティストはたくさんいます。ノスティですね、ノスティに関しては、同じように、振り返公演の予定をしております、ね、そこもやっぱり、ノスティのサイトの方でね、SNS 関係で、ね、調べていただけたら分かると思います。そしてですね、もともと言えばこのイベントはアッシュホープのお披露目イベントでございました。でこのアッシュホープのお披露目イベントは前に告知していました4月9日こちらの方で、キャナルシティのサンプラザですね、噴水広場ですね、こちらの方で、お披露目を、改めてやっていきたいなと思っておりますと同時に、リリースとかの、ね、お披露目とかもいろいろあります。でこちらの方に、アッシュホープは、ね、尽力する形で方向を取っております。で同じくして、浅井ちゃんですね、浅井ちゃんも4月9日の、ね、このキャナルシティイベントに出演、そしてチョコインテルゼットに関してもこの、ね、キャナルシティの方でですね、お披露目やっていきたいなと思っておりますね。まあそこの中で本当にね、ね、HKT さんも本当にね、出演という形だったのに、そこが自分のやっぱりね、やれなかったっていうか、もう追いつけなかった状態が本当にこういうことを生んでしまったね。いや本当に皆さん協力的で、本当に最後までだから、このやっぱり9日もう10日前になって発表になったっていうのも、やはり自分じゃないよ、自分じゃなくてみんなが実施をしたいっていう思いがあってこそのギリギリになってしまった。でやっぱりそこの中で、例えばもっと自分が しっかりした力をつけて、しっかりできるような体制取っていけばよかったし、でやはりゼップ福岡とかのクラス、やっぱり大きなクラスになると、やっぱり自分一人でいろんなことができるわけがなく、でそこの認識の甘さですよね。いろんなライブハウス、ね、スタッフいます、そして機材も全部揃ってますっていう風な形で、私も最初ゼップ福岡に臨んでしまってます。でもやっぱり大きな会場、当然ながらいろんなプロのスタッフを雇わなくちゃいけないとか、いろんな現場監督だったりステージの人だったりとか、いろんな人をきちんと配置しなくちゃいけない、やっぱりそれができてなかった状態だった。まずそれが一番です。だからこそまずは私が、本当に他のアーティストがどうこうとか一切なく、私の方での判断中止をしたっていうのを、まずは皆様にお伝えしたいなって思ってる次第でございます。そして番組の方ですね、番組の方、かなり移動終了ございます。でまずは、一番に
ちょっとまず今週という形です。ちょっとずつという解禁になりますが、毎週月曜日の21時から22時に放送されております。月曜日はノンアル気分ですね。こちら、タンコブチの、のどかちゃんが出演という形でございましたが、こちらの方が3月いっぱいで終了という形になっております。で、まあ、ファンの方々とかリスナーの方々も、まあ、うすうすそこのところは気づいているのは、お問い合わせでも聞いております。ね、1月あたりぐらいから再放送が続きまして、それがもう3月、今の段階でもずっと続いております。ね、で、そこのところももう、3月いっぱいで終了という形で私の方で判断させていただきました。ね、まあ、理由としましては本当に、のどかちゃんの、ね、スケジュール、そして自分のスケジュールが特に合わなかったところが一番です。で、そこでまあいろんな方法で今までね、ボイスレコーダーをしたりとか、いろんな形を手法を取ったんですけど、なかなかそこでもね、ちゃんとした番組として成立ができなくなってしまってる。だったら、再放送の方がいいんじゃないかっていう判断となって、今に至ってしまってる。でもね、やっぱりファンにとってもリスナーにとっても、このままずっと再放送というのも、良くない。だったら、一度終了という形で、ただそこで根性のね、お別れという形じゃなくて、もう一回仕切り直しで、いろいろお話をしながら、新しい番組がまだできるのであれば、やっていけたらいいなっていうふうに強く思ってます。ね、まあ、のね、のんちゃんも本当、この2020年の12月ぐらいにね、お話をし始めて、トントン拍子じゃないですけど、やっぱりね、パッと2021年の1月からね、月曜日はノンアル気分というのをスタートさせました。で、本当にね、毎回楽しく、ね、笑顔の絶えない、本当、なんだろうな、他のね、アーティストさんとかパーソナリティが、結構、まあ、自分のことをいじってくれたりとか、楽しんでくれるっていうのはあるんですけど、やっぱそれのね、元祖的なことっていうのが、どちらかって言ったら、のんちゃんなんよね、のどかちゃん。が、もう、バカなんですかみたいな感じで言ってくる。やっぱりね、その、ハニーに着せぬ、やっぱりトークっていうのものすごく楽しかったし、でもね、やっぱり自分もそうだったし、ね、やっぱのどかちゃんものどかちゃんで、いろんなスケジュールが、どんどん立て込んできたり、ね、やっぱり、きつかったりすることもあるっていう、やっぱそこの中を考慮しながら、やっていった話が、ね、やはり、なかなかスケジュールが合わなくなりっていう風な、流れとなって再放送、そしてね、やっぱり再放送もずっと続けるのはやっぱりどうかっていう形で、じゃあ仕切り直しっていう形で一旦終了というふうに流れとなりました。で、月曜日はノンアル気分ね、21時から22時の放送でございましたが、こちらの方が終了という形でございますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。そしてですね、移動先の、日程はまだちょっと、未定でございますが、移動する番組ですね、こちらの方をご紹介していきたいと思います。まずは毎週月曜日20時から21時、ね、こちら放送されますぬるい味噌汁、こちらの方が、移動となります。移動先はまだ未定でございます。ぬるい味噌汁は移動となります。こちらの方は未定でございますので、終了ではございません。移動になりますので、こちらの方も来週以降の、こちらの We Hope のこれからのことや、いろんな SNS ですね、こちらの方で発表していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして毎週火曜日の21時から22時、こちら天野由美子さんが登場しておりますカルベディエム、こちらも番組移動となります。こちらもですね、移動先の日程は未定となっておりますのでね、こちらの方も来週以降でチェックしていただければ嬉しいと思います。そして毎週木曜日の21時から22時まで放送しておりますネクストステージカラス AMA、 こちらの方も番組の移動が決定となりました、ね、こちらは、また、移動先は未定でございます、ね、こちらの、3つですね、ぬるい味噌汁とカルペディエムとネクステージカラス AMA、 こちらの方が移動となります。で、それ以外の、番組ですね、まあ皆さん気になるとは思いますが、発表ができるときにちょっとお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。で、まあ今回
この大きなね、まだまだ、めちゃくちゃいろんなところいろんな番組の移動が発表する形になります。で、まあこちらの経緯もねお話しさせていただくと、やはりね自分がこのコミュニティ FM を通していろんなインパクト、いろんな驚き、いろんな楽しみ、そしてそれをいろんな日常につなげていこうと躍起してました。で、やはりゼップ福岡のことと同じなんですけど、やはり何年もやっていくうちに自分の力不足が本当にどん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 出てきた形でございます。もちろんね、そのすごくお問い合わせいただく中で、コミュニティ FM でここまでのことやってくれるなんてみたいな形なお褒めの言葉もいただいたりとか、いやあなた大丈夫なのそれでみたいな形なお叱りの言葉もたくさんいただいております。でもやっぱり自分はできるところまでやっていこうという風なのを強く思いながらね、やはりこの WeHo プレゼンツね、これの前身の番組が NEXT カラーズって番組なんですけど、2016年10月3日からスタートさせていただきました。それの第1回目のゲストも、昔ですね、X ジャパンのヒデがね、バンドを組んでたヒデウィズ・スプリット・ビーバー、そしてグレーのね、本当に全盛期のキーボーディスト、ダイさんがゲストに来てくれました。やはりそこからですね、本当にいろんな形で皆さんにインパクト、そして驚き、そしてそれを日常化していこうというのを自分の中でずっと続けてまいりました。で、やはりいろんな広がりがあり、いろんな形になるとやっぱりいろんなところに無理がたたってしまった。でもそれを自分が無理やりに押し通した形が今回大きな移動だったり終了だったりするのにつながってます。で、今まだ発表できる終わりの段階はもちろんノンアル気分でございます。で、まあ、いろんな推測とかね、されてしまうことはもちろんもう仕方がないことかもしれませんが、私の言葉を言ったことが事実で、で、それ以外のところの推測であまり話を進めていただけると、ちょっとやっぱりアーティストさんたち、パーソナリティもちょっと悲しむ思いしますので、ぜひね、自分たちが目的としているアーティストさん、パーソナリティさんの番組がどうなるかということに関しては、発表をお待ちいただけたら嬉しいと思います。でもそのすべてを含めて、昭和歌謡の番組があったりとか、ね、アショホープの番組があったり、チョコさんの番組があったり、ユミコさん、HKT、ベル AJ、ね、川崎ありさ、ナマズさん、アサイちゃん、ほのかちゃん、まおちゃん、きょうかちゃん、いろんな人たちがいる中で、ね、まあ、本当に、ここまで、やれたことも自分の中で、うん、本当に皆さんにありがとうと言いたいこともあるし、逆に、まあね、これが本当に、ね、5年、10年、15年、20年、まあそこになったらまあ年齢とかもあるけどね、世代交代とかもあるかもしれないけど、その中でやっぱり望んでたことを、やっぱりなかなかそれが実現できなくなさしてしまったっていうことに関しては、本当に申し訳ないなと思います。自分の中ですごく感じてます。で、まあちょっと繰り返す形、今から聞いた人もおられるかもしれないので繰り返す形でございますが、ゼップ福岡のね、開催の中止にあたっては、アーティストがどうこうというのは全くありません。私が本当に、知識不足、努力不足、ね、力不足の中で露呈した形です。自分がいろんなライブハウスは本当にいろんなスタッフがいて、いろんな機材がいて、その人に任せればいいっていう認識のもと、やっぱりゼップ福岡に挑んだこと、それは本当に自分の甘い知識で、やはりそこまで大きなイベント、他のところでもそうですよね、福岡サンパレスだったり、ね、マリンメッセだったり、当然ながら専属のスタッフ、ちゃんとしたスタッフを雇った上で進めていくっていうこと、やっぱりそこのとっさき口をまずやっぱり認識を違えてたっていうところからが、まずはもう自分の中での間違いですし、そこがいろんなことに広がってやっぱり開催がねできなくなってしまった。でも間違えた認識を持ってほしくないのは、アーティストさん本当にギリギリまで参加を望んでました。これを中止っていう形に、したのは紛れもなく私です。主催者の自分です。なのでお願いがありますね、いろんな出演アーティスト、いろんなパーソナリティさんね、番組やるにあたって
SNS、ホームページなどあります。どうかそこでね、お客様やね、リスナーの気持ち、憤慨する気持ちすごくわかりますが、それは申し訳ないですけど、アーティストさんや、パーソナリティさんたちには向けて欲しくないなって思います。向けていただくなら私に向けてください。で、本当そういう風に言っていながら、もういろんな今ね、メッセージいただいてます。本当になんだろうな、こんな状態なのにあったかい言葉いただいたり、まあ残念ですって言葉ももちろん当然です。自分も残念です。みんなが残念と思ってる中を素直に、SNS やメールや DM で出していただいていること、本当にありがたいです。まあ、今後としては本当ね、いろんなねの振り返り、各アーティストの振り返り、まあ、各アーティストの振り返りですので、受付とかまた別途っていう形にはなってしまいますが、私の方の受付口はなりませんが、振り返り公演というのもございますので、ぜひね、そのアーティストの SNS やホームページをまたチェックしていただければいいと思います。で、せめてそこのところだけは気を取り直して、明るく持ち込んでいただいて、楽しんでいただけたら嬉しいと思います。同じくしてね、4月9日もキャナルシティのね、イベントも行われます。そこもアッシュホープお披露目、そして浅井ちゃん大阪から来ます。そしてチョコインテルゼットフルバンドで出演いたします。ここは観覧無料です。で、ぜひね、キャナルシティ、いろんなね施設があります。ご飯を食べたりとか、いろんなものを見に来たり、ゲームセンターしたりとか、本当いろんなところが楽しめる場所の、屋外ですが地下1階の広場で開催されます。なのでね、ぜひね、アッシュホープの門出、そしてチョコさんのね映画の件もそうです。そこにも直結してます。そして浅井ちゃんも初福岡です。ぜひね、皆さんに見に行っていただいて、もしね、直接ちょうど1ヶ月後ですね、ちょうど1ヶ月後キャナルシティであって、赤間さんに一言物申すっていうのがあったら、そばにいます。いろんな言葉聞きますんで、声かけてください。で、まあこういう形で本当に SNS、ラジオ、イベントを通して、なんつうんかな、受付だけして、要はそのメールとかそういうところだけで終わらせるね、申し訳ございません、失礼いたしました、で終了、あと返金対応、はい終わりっていうのは、自分の中ではすごく言葉悪いですけど嫌です。自分はちゃんとここにいます。もう本当に盛大にいろんなことを言いたかったら、本当に自分のところに来てください。そして自分の番組を聞いてくださいね。主催なんで自分が全部判断したことでございます。で、これから来週再来週とまた30分ぐらいでね、ちょっといろんな番組をやっていく、いろんな番組をやっぱ変更になっていくの発表ですね、こちらの方もどんどんやっていきたいと思います。で、同じくしてね、同じような感じになりますが、ZEPのことについてもちょっとお話はねしていこうかなと思っております。でもね、もう ZEPフ効果に関してはもう発表した通り、そして私の発した言葉通りでございますね。自分の本当にびっくりするぐらいな力不足、判断不足でございますね。え、いやー、本当今までいろんなイベントをやってきてね、乗り越えてきたりとかっていう形だったけど、こんなに自分がそんなところで甘い認識を持って挑んだのかっていうのが、すごく自分の中でもいかんな感じがあります。で、先ほども言いましたがね、これに関するお問い合わせ、苦情とかを含めてですね、すべて私の方にご連絡いただけたら嬉しいと思います。ツイッターはさっと赤間であります。で、ウィーホーポエンターテイメントね、アカウントでも私の方受け付けております。そしてですね、メールの方ですね、なかなかですね、確認のメールが取れなかったとかというお問い合わせもいくつかいただいております。なのでですね、まず、お問い合わせの、メールですね、どちらも G メールになります。ね、We hope for ent ね、WEHOPE で数字の4で ENT We hope for ent @gmail.com で、もう一つがですね、私の個人のアカウントでございます、サット赤間6
@gmail.com ですね。 SATAKAMA で数字の6 @gmail.com、 こちらの方で、受付っていうか私の方であのいろんな、お問い合わせの対応はさせていただきたいなと思っております。ね、本当にねちょっとねいろんな対応も、ね、確認メールも来てないんじゃないかっていうお叱りメールもいただいております。でねこういうところに関してもね、いろんな連絡を使ってでもあの返金対応やいろんな形をね取らせていただきたいと思いますの で返金もね個別対応になります。遅れてしまうこともございますんでね、必ずね返金対応についてのねお問い、お知らせとあと中止改めて中止っていうお知らせはね、メールの方個人個人でいたします。もしかしたら2つのメールでお送りするので2回来る可能性もございます。こちらの方はご了承くださいね。お知らせは1つなんですけど送られてないっていう確認メールも含めてのね、二重対応という形で2つのメールで送らせていただきたいなと思っておりますのでね、ご了承のほどよろしくお願いいたします。さあそれではですね、30分まもなく経とうとしております。で私の方の言葉はまた来週ですねいろんな形で、ここで放送してお話ししていけたらなっていうふうな感じに思っております。